もやもや探検。はい、では今日はもやもや解消コーチ養成スクールの卒業生のマリコさんにお話を聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マリコさんは、もやもや解消コーチの養成スクールに入る前の心の状態とか覚えてますか？心の状態、好きな仕事、その引き寄せのコーチになりたかったけども、なんかどうしていったらいいかなっていう、自分の好きなことを仕事にしていく道があんまりよく見えてなかった感じです。はい、ありがとうございます。はい、もやもや解消コーチの養成スクールにいる頃にもう引っ越したんやったっけ？卒業してからやったっけ？卒業してからですね、引っ越したのは。もともとは静岡で歯科衛生士をしていて、もやもや解消コーチの養成スクールで、コーチになると決めて、お仕事を辞めて京都に、大好きな京都に引っ越してきたマリコさんですが、卒業後どうですか？そのなんかスクールでこう実践したこととか、何か今もこれ使ってんなみたいなあります？なんかやっぱ自分のそのモヤモヤを掘り下げること、何にモヤモヤしてるのかを必ず見るようにしてて、なんとなくなんかモヤモヤしてなんかすっきりしない気分だなとかっていうのは、何か自分がその心と行動が一致してないから、じゃあ自分はどうしたいのかな、どう何を望んでるのかなって必ず見るようにして、でそうするとなんかこう自分が問題だと思ってたことも、あ、別に問題じゃなかったんだってこう書き換え、すぐに書き換えられたりして、こう掘り下げなかったらなんかただモヤモヤしてるだけみたいのが、ちゃんと向き合うことで、あ、問題じゃなかったって普通すぐに気づけたりとか、それを問題じゃない風に書き換えたりとかするのがスムーズにいくようになって、なんか悩む時間は少なくなりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今のマリコさんの、どんな人生を送ってるかっていうのをよかったらシェアしてください。はい、今はその養成スクール、もやもや解消コーチ養成スクールに入ってたので、そこでルンさんからビジネス全般を習っていて、でそこで得た知識の中でも自分が得意なその変人会館なんかブランディングとか、自分のその好きとか得意とかそういうのを生かして仕事をするっていうのをも大切にして、でそういうブランディングを、みんなのその人の魅力とか、そういうのを開花させてあげるようなブランディングとか、あとは SNS マーケティング、集客が得意なのでそういうのを教える、専門家として、なんか今まで習ってきたことの中で得意なところ、自分が好きなところをギュッと凝縮して教えるような、今は魅力発信 IT サポートサポーターっていうのをやっています。はい、ありがとうございます。はい、ね、マリコさんは、ね、もやもや解消コーチの養成スクールにいる頃からすごかったよね。3ヶ月間でいくらやったっけ、売り上げ。3ヶ月間で180万できましたね。すごいよね。それでね、そう、好きなことを仕事にして、しかもネット完結でっていうのはなかなか多分ないと思うから、それはやっぱりね、得意で好きだからこそ、だと思います。で、あとマリコさんはすごいサポート力が素晴らしいのでありがとうございます。だからこれからね、コーチとか、なんだっけ、コンサル、コーチコンサル、人のサポートそうですね、サポートしていきたい、良いと思うので、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、私はマリコさんの宣伝になる、マリコさん、マリコさんにそばにいてもらうと、とても安心だし、いろいろスムーズにことが進むのでおすすめです。はい、ありがとうございます。じゃあなんか今モヤモヤしてる人に、メッセージを
お願いします。はい、やっぱモヤモヤって必ず原因があると思うんですけど、それって原因って外じゃなくて絶対自分の中にあると思うので、その一回モヤモヤを探検する癖をつけると必ずその自分の中から答えを見つけられるようになるし、その方が人生が自分の思った方向へ絶対に進んでいくので、モヤモヤ探検のメソッドはぜひ腑に落として自分の人生もっと楽しんでもらいたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。